チャールズ・ F ・アダムズは、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦。チャールズ・ F ・アダムズ級ミサイル駆逐艦の一番艦。艦名は、チャールズ・フランシス・アダムズ海軍長官にちなむ。チャールズ・ F ・アダムズは1958年6月16日に、メイン州バスのバス鉄工所で寄港する。1959年9月8日にアール・ホーマンズ、夫人によって、命名、浸水し、 1960年9月10日に就役する。母港はサウスカロライナ州チャールストンであった。フォレストシャーマン級駆逐艦の後継として意図された本艦は当初 DD-952 として指定された。艦型はフォレストシャーマン級に酷似しているが、チャールズ・ウェフ・アダムズは対空ミサイルを発射するために戦隊設計された最初のアメリカ海軍艦艇であった。 艦のミサイル運用能力の反映かつ以前の駆逐艦と区別するためチャールズ・エフ・アダムズは浸水前に DDG-2 に艦種変更された。収益後チャールズ・エフ・アダムズはウォーリー・シラーのマーキュリー8号回収作業に参加する。この作業中にキューバ危機が発生し、アダムズはカリブ海に移動、キューバの封鎖に従事した。1969年7月に チャールズ・ウェフ・アダムズは、チャールストンを離れ、フロリダ州、メイポートに母港を移転した。本艦は1950年代の最新技術で設計されたが、1970年代中頃には、本級は航空脅威に対して十分な対応ができないことは明らかになっていた。この脆弱性を縮小するために、海軍は、NCHO プログラムに基づく改良を実施した。同プログラムでは、 レーダー、並走よび、通信機器の改善が行われ、艦の対応年数が拡張された。んの下で、アダムズ級は、アン、SLQ-322E が増設され、電子戦能力が改善された。戦闘システムでは MK86 火器管制装置、ヒューズアン、SPS-52C3D レーダー、アン、SPG-51C 射撃管制レーダー、 および海軍戦術情報システムが導入された。艦はさらにターターミサイル発射装置から RGM-84 ハープーン対艦ミサイルを発射できるようになった。1980年代にレーガン政権はタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の建造を加速しアダムズ級の後継として RA ーーバーク級ミサイル駆逐艦を建造することを決定した。 その結果、タットノール・ホールズ・ボロー、ベンジャミン・ストッタートの3艦のみが予定通り回収された。本級の他の艦は SL9-32 とハープンミサイルの改良を含む部分的な改良のみが行われ、RA バーク級が作戦運用能力に達するまでその対応年数が拡張された。チャールズ・ F ・アダムズは1992年11月20日に退役し、 同日除籍された。その後は、ペンシルベニア州のフィラデルフィア海軍造船所で、寄贈のため保管された。サギノオーバレー海軍官邸博物館委員会は、アダムズを、ミシガン州、ベーシティで、博物館船及び、メモリアルとして公開するために引き取ろうと試みた。しかしながら、艦を、セントローレンス回路を通して移動させるには、多額の費用がかかるため計画は断念された。 2006年2月の時点で、チャールズ・ F ・アダムズは、フィラデルフィア海軍造船所で保管される。ありがとうございます。